アオサモズナは緑草植物門に属するナの一つ。2020年現在に0種ほどが知られ、アオサ、シオグサ、カサノリ、イワズタなど海層として知られる緑草のほとんどはアオサモズナに属する。多くは多細胞性、または多角農場性の大型もであるが、微細な単細胞や糸状態の種もいる。核分裂は閉鎖型。 中間防水体は後期まで残存する。細胞質分裂は普通細胞膜の環状収縮によって起こり、その際にファイコプラスとは生じない。弁毛細胞の弁毛装置は回転対象の交差型であり、向かい合う規定固定は上から見て半時計回り方向にずれて配置する。有性生殖を行うものでは、 配偶体と放射体の間で世代交代を行う者が多い。多くは海に生育するが、淡水や陸上に生育する者も,もいる。ヒトイグサや、アオノリ、クビレズタなど食用とされる者も,も含まれる。アオサモズナに見られる体制は単細胞性、軍隊性、多細胞性、多角農場性とき、多くは肉眼視できる大きさのも体を形成するが、 顕微鏡でなければ判別できない微細胞も,もいる。青さズナの中で、ウミイカナモ属のみは、栄養体に弁護を持つ。多細胞性のものの中には、無分子史状分子史状感情、または膜上のものなどが知られる。シリオミドロ属やシオグサメのように、多角細胞からなる、糸状態を形成するものもおり、このような体制は、多角う角性とも呼ばれる。 重乗リメや跳ねもめのモカラダは、細胞核壁をく多角能上性であり、単純な糸状のものから無核壁の細胞糸が、複雑に絡み合ったモカラダを形成するものまである。多細胞や多角能上性のものでも複雑な組織、器官分化は見られないが、付着部が過根状になるものや葉緑体を多く含む、棒順部が表層に密集したモカラダを形成する、もの、茎状部、洋状部、 過根を持つ者など、ある程度の文化を示す者はいる。原形質連絡を持つ者は、すみれもメに限られる。青さもの体制無分子史状のジュズモ属。膜上の青さ属。大きな多角細胞からなるバロニア属。多角農場性であるミル属。ミル属の体の作り。細長い細胞糸が絡み合って、も体を形成し、も体表層では細胞糸が膨潤して、 小脳を形成している。細胞壁が石灰化するサボテングサ属栄養細胞は細胞壁で囲まれるが、弁毛性のウミイカダモ属の実は細胞外皮をかく。細胞壁を構成する繊維性多頭は普通セルロースであるが、キシランやマンナンを主成分とするものもおり、同一種でも世代によって変わることがある。調べられているものでは、 セルロース合成酵素複合体は複列線上。重のりメや羽ねもめでは、細胞壁に炭酸カルシウムがアラゴナイとの形で沈着して、石灰化するものもいる。このような青さもは、熱帯海域における石灰堆積物の主要構成要素となることがある。細胞は単核、または多角性。核分裂は閉鎖型、中間防水体は周期残存型。 局には普通中心固定が存在する。スミレモメを除き、細胞質分裂は、細胞膜の感情収縮によって起こり、フラグモプラストやファイコプラストなどの微小管の関与はない。スミレモメは例外的であり、細胞板形成による細胞質分裂を行い、分裂面に垂直に分布するフラグモプラスト、様構造が出現する。スミレモメでは、 このような細胞質分裂によって、原形質連絡様構造が形成される。多角性の種では、核分裂と細胞質分裂は同調しないが、一定の範囲内では、多数の核分裂が同調することが知られている。また塩草目の一部は、大きな多角細胞が、多数の細胞に同時に分裂する分割型細胞、分裂を行う。大型の細胞では、 普通細胞は大きな液胞で占められており、それ以外の原型質は細胞表層に薄く分布している。サノリメやハネモメでは活発な原型質流動を示し、細胞小器官などがも体中を移動する。オグサメのも体は大型の細胞からなるが、活発な原型質流動は見られない。葉緑体は普通細胞膜に沿った皮膜性、1細胞に1個多数。 形態は、カップ状、板状、板状、盲状など多様である。葉緑体中には普通ピレノイドが存在する。ピレノイドは2枚の皿型で粉ぷ症で覆われ、その間に、チラコイド膜が貫通するものが多いが、他にも様々なタイプが知られている。羽も目の一部では、色素体 DNA がピレノイドに極在する。また羽も目の一部では、 葉緑体とアミロプラスとが同時に存在する色素体の異形性を示す。青さものカロテノイド素性には多様性が見られ、緑色植物に一般的なものに加えて、ロ,ロキサンチンを持つものや、シフォーナキサンチンを持つものなどが知られる。ヒビミドロ族の配偶体は単列史上であり、有層子は4本弁毛、配偶子は2本弁毛。弁毛細胞は、有層子や、 配偶子など生活感の一時期に限られる。弁毛細胞は普通裸であるが、ひびみどろ目の一部ではプラシノモに一般的な有機質リンペンで覆われている。弁毛細胞のうち、配偶子は普通日本弁毛性、有層子は四本弁毛性であるが、日本弁毛性の弁毛細胞が無償的に栄養体に発生することもある。羽も目の一部では、 多数の弁毛が感情に生じた有相子を形成する。弁毛装置は基本的に回転対象の交差型であり、向かい合う規定固定は上から見て半時計方向にずれて配置している。普通弁毛細胞はメテを持ち、配偶子は正の走行性、同接合子や有相子は最終的には負の走行性を示すことが多い。 有性生殖を行う者では、生活感の様式は多様である。配偶体と放子体の間で世代交代を行う者が多いが、そのパターンは多様である。青サメやオグサメの多くでは、ほぼ同型の配偶体と放子体が世代交代を行う。配偶体と放子体が異なる形、大きさである場合もあり、羽もめでは、配偶体が大型のものと放子体が大型のものがある。 羽ももくの中で、ミル族やイワズタ族は、世代交代を行わず、複層単世代型生活感とされることが多いが、異論もある。傘のり目では、接合子は、複層単核のまま、も体を形成するが、やがてそのも体中で、減数分裂を行い多数の単層角を持つようになり、最終的に配偶子を形成する。有性生殖における、配偶子は弁毛を持ち、 対応する性の配偶子が同型同代である同型配偶子を形成する例と明らかに大小がある異形配偶子を形成する例がある。唯一、超人ミドロ属では死性配偶子が弁毛をかく卵であり、卵生殖を行う。無性生殖も一般的に見られ、も体の分断化や核相の変化なしに形成される郵送子などによって、 無性生殖を行うことがある。ウミイカダモ族は、二分裂による、無性生殖を行う。また、アキネートのような耐久細胞を形成する種もいる。虚子的な大きさになる、アオサモの多くは、海藻として沿岸域に生育しており、特に熱帯域で多様性が高い。大型のアオサモの多くは、岩など気質に付着しているが、アオサ族の中には、 気質から離れて浮遊しながら増殖するものも知られる。また、川オノリやウムツチュラノリ、マリモ、川チンミド緑のように炭水域に生育する大型のアオサモもいる。アオサモの生態長肝体に生育するアオサ属、コショウに生育するマリモ、陸上に生育するスミレイモ属、緑色に色づいているナマケモノの毛にはおそらくトリコフィルス属が着生している。 炭細胞性など微細な青さもの多くも付着もとして沿岸域に生育しているが、プランクトン性のものもおり、また淡水域や陸上に生育している微細な青さもも少なくない。スミレモ目に属する藻類は全て規制性であり、樹皮やいは建築物の表面に生育し、樹木の葉に内生する種も知られる。青サメやスミレモメの中には地類の強生もとなるものもいる。 動物の体表に生育するアオサモも知られている。カイゴロモは、スガイの角状に特異的に生育している。トリコフィルス属は、ナマケの体毛状に、おそらく特異的に生育している。またシンビオクロルム属は、サンゴから単離された。ヒトエグサや、スジアオノリ、クビレズトなどのアオサモは、食用として利用され、養殖が行われている例もある。他にも、 カプサオノリやミル族を食用とすることもある。アオサの味噌汁。ヒトエグサの養殖。食用とされるクビレズタ。海水浴場でのグリーンタイド。グアバの葉や果実に寄生したセッファロウユローズ。浮遊性のアオサ属藻類が不栄養の沿岸域で大量増殖する現象はグリーンタイドと呼ばれ、景観悪化や悪臭、生態系への悪影響などを引き起こすことが、 世界中で報告されている。一方で、グリーンタイドも含めて、沿岸域で大、青砂草類の中には、人間活動によって、本来分布していなかった地域に分布を広げ、生態系に大きな影響を与えているものもいる。アナアウサやミルは、そのような例であり、一イ,イズタのある変異型は、キラー階層と呼ばれ、一出した株が地中海で大増殖して、問題となった。 この変異型は野生型に比べて大型で低温や弱光に強く強い退職食者毒や繁殖力を持つことから大増殖して在来種の生育を阻害し国際自然保護連合の世界の侵略的外来種ワースト100に選定された。ただし地中海では2000年以降この変異型は減少し別の外来、言わずたるいが増えている。 スミレモモクはすべて陸上に生育するが、その中で、ケファレウロス族は、様々な皮脂植物の葉などに寄生し、茶の木やコーヒーの木などに害を与えることもある。現在、アオサモズナに分類される緑草は、古典的な分類体系では、その体制に基づいて様々な分類群に分類されていた。ただし大型で比較的明瞭な特徴を持つ潮草、目や傘の折り目、羽も目の範囲は、 大まかには現在でもあまり変わっていない。一方、ヒビミドロメやアオサメは体制に基づく古典的な分類ではそれぞれ糸状及び洋上の体制を持つ緑藻が分類され、現在、アオサモとはされない種を多く含んでいた。また現在、アオサモズナに分類される種の中には古典的な分類において、オオヒゲマワリメやクロロコックムメに分類されていたものもある。 その後1960年代以降の微細構造学的特徴の研究に基づいて、このモグンが緑色植物内の大きなグループの一つであることが認識されるようになり、アオサモズナが提唱された。分子系統学的研究からは、アオサモズナの単系統性が支持されることもあるが、支持されないこともある。また、アオサモズナに共通する微細構造学的特徴は、 派生形質ではない可能性があり、アオサモズナの主な目を独立の綱として扱うこともある。アオサモズナは緑草植物門に属する。緑草植物門の中で、アオサモズナは緑草ズナやトレボークシア、モズナに近縁であり、合わせてアトック系統群と呼ばれる単系統群を形成しているとされることが多い。分子系統解析からはアトック系統群の中では、 アオサモズナは、緑草ズナの姉妹群であることが示唆されている。2020年現在、アオサモズナには2000種ほどが知られ、その体制、生活感、微細構造及び分子系統解析に基づいて、普通9目ほどに分けられている。ただし系統的には、ヒビミドロメとアオサメは、明瞭には分けられないこともあり、中間的な位置にある、単細胞、またはサル、 シナジョウ群体制の種をクロロキスティスメとして分けることもある。アオサモズナの中で、ウミイカダモメ、スコティノスファエラメ、ヒビミドロメ、アオサメが初期に分岐し、イグナキウスメ、スミレイモメ、シオグサメ、カサノリメ、ハネモメが単系統群を形成することが示唆されている。一方でより大量の分子データに基づいた解析からは、これとは異なる分岐順が示されている。 ディプロパー、サボテングサ類の化石。アオサモズナと考えられている化石記録は、比較的古い時代から知られている。塩グサめに類似する生物の化石記録は、およそ7から8億年前に遡る。中国のエディアから木の地層である、サンタルイ層からも、多角農場のアオサモと考えられる化石が、報告されている。また、カサノリメは石灰化するため化石記録が豊富であり、 少なくとも、カンブリア紀に遡る。また、羽も目にも石灰化する種が含まれ、化石記録が多い。特に、サボテングサ類は、増サンゴやサンゴモルイなどと共に、サンゴ礁やラグーンの石灰堆積物の主要構成要素となる。ありがとうございます。